今日テント内で試してみたい新兵器がこちら、バーナーの上に乗せるヒーターアタッチメントですね。ここに溝があるので、これをバーナーのここの端の部分にはめ込んで使うのに使います。乗っけて確かめてみたいと思います。動かないので安定感めちゃくちゃあります。高いな。最高値141まで行きましたね。で、油断は禁物。ガソリンで使えば燃費もいいだろうし、結構いい暖房器具かもしれないですね。これはチピータイプのテントなので、結構下に隙間があるので、それが二酸化炭素濃度が下がった理由かもしれないですね。山岳用とか密閉されたテントでやるときにはもっと注意が必要ですか。だいたい20度ぐらいまで下がりました。それにしてもあったかい。あとちょっと顔が熱いぐらいですかね。一酸化炭素濃度もまあ点火した当初は140近くまで上がりましたけど、その後は20ぐらいまで落ち着いたんで、テント内での使用には問題ないんじゃないでしょうか。